はい、めチャンネルです。本日はですね、どんな時も Wi-Fi から急遽ね、メールが届きましたんで動画を撮らせていただいております。私もね、このどんな時も Wi-Fi ね、利用させていただいております。はい、じゃあレイ君にね、持ってもらいましょう。はい、で今日ね、どんなメールが届いたかというとですね、無制限でね、今までは Wi-Fi の容量関係なくね、使えてたものが、なんとね、Wi-Fi 無制限プランのね、提供を終了させていただくというね、急遽メールが届きました。で、まあ、一応ね、別のプラン、こんな代替プランもありますということでご案内があったんですけど、解約をね、する場合に関しましては、なんとね、無料で解約がね、できると。このどんな時も Wi-Fi っていうのは解約するときにね、解約月ではないと9800円の違約金がかかるんですけど、それが免除されてね、解約することができるという状況になっております。まあ、ちょっとね、メールここに出しておきますけど見てみましょう。平素よりどんな時も Wi-Fi をご利用いただき誠にありがとうございます。突然のご連絡となり大変恐縮ですけど、本日8月24日月曜日に弊社ホームページ等で発表させていただきました通り、誠に勝手ではございますが、2020年10月31日をもってですね、現在ご利用いただいているお客様へのどんな時も Wi-Fi 無制限プランの提供を終了させていただくこととなりましたというね、ご案内でございます。まあ、正直ね、このどんな時も Wi-Fi 利用するにあたってはですね、まあ、国内でね、旅行中に動画をアップしたりとかですね、海外で先方と一緒にね、複数人で Wi-Fi をつなぐときはね、私、まあ、ドコモを使ってるんですけど、ドコモでね、一時的にネットを使うより安いんでね、利用させていただいてたという状況です。まあ、一番いいのはね、多分 SIM フリーの端末にね、SIM を海外 SIM を入れて利用するのが一番いいのかもしれないですけど、結構ね、煩わしくてね、それが嫌だったんで、私どんな時も Wi-Fi でね、そういう煩わしさもなくなるんではないかということでですね、一応取り入れたんですけどね、今回、まあ、残念なことにこんな状況になってしまいました。まあ、正直2020年の2月ぐらいからですね、結構ね、通信規制というかね、制限があったりとか、まあ、結構問題があったわけですよ。で、まあ、返金手続きの、ね、やり取りなんかも2度ほどさせていただいてですね、結局は是正処置っていうね、あったりとかっていうのもあったんですけど、まあ、結構ね、問題が通信環境の、ね、不具合トラブルが結構あってね、再発防止措置報告もね、提出してくださいということで、これはどこだ、総務省からね、言われてると、言われてたこともね、過去あったというような状況です。じゃあね、どんな代替プランがね、出てきてるのかっていうのを一緒にね、見ていければと思います。じゃあね、早速行ってみましょう。はい、どんな時も Wi-Fi 代替サービスを申し込みフォームとありましてですね、まあ、こういった名前入力するなんとかね、どんなプラン使ってるかっていうのはありますけど、このモバレコエアープラスデータ 30GB 特典っていうのと、モバレコエアーっていうのと、あとね、ソフトバンク光の回線で、使うもの、家の中でね、通信速度を利用する、まあ、一応ね、今まで通り使うこともできるんですけど、外出先で使いたい場合は一応30ギガまでというようなプランとなっております。なかなかね、 YMAX を利用したりとかね、結局ソフトバンクを利用したりとかね、そんなような感じのプランになってますね。契約解除料、これもね、どのプランに関しても9500円とかね、かかるみたいですね。まあそうですね、一応これ見ましたけどね、個人的には、まあ、今回残念なことにね、まあ、解約かなと思っております。はい、でどんな時も Wi-Fi のね、無制限プランの終了と代替プランということでありましたけどね、この2月21日よりさまざまな通信環境の不具合が生じておりました。多くのご利用者様に多大なご迷惑をおかけしましたこと、誠に申し訳ございませんでしたと、改めて深くお詫び申し上げます。また本事案においても、6月19日に公表された総務省による行政指導に対して7月16日付で再発防止措置報告を提出し、弊社ホームページに報告内容の詳細をお知らせいたしましたというふうにね、まあ、やっぱり結構ね、問題が生じてたという状況なんですよね。はい、というわけで、まあ、ちょっとね、細かいプランについてはね、説明はしません。気になる方はね、URL 貼っておきますんでね、ご覧になってください。皆さん海外だと、まあ、国内もそうですけど、ポケット Wi-Fi とかね、こういった Wi-Fi ルーターってご利用されてるんでしょうかね。今実際これ契約してみたものの、海外で利用したりとか、まあ、ホテルとかだとね、やっぱり Wi-Fi つながってるんで、あんまり使う機会っていうのは結構減ってきてたんで、まあ、なくてもね、正直良かったのかなっていうふうに思ってます。で、今これを機会にですね、
まあ、海外行った場合はね、海外 SIM を利用して海外 SIM を利用してね、海外 SIM を利用してですね、まあ、通信環境をね整えていきたいなというふうに思ってます。なんかねおすすめのプランとかあったらね教えていただければ幸いです。はい、というわけでですね、まあ、ちょっと内容がね、薄かったですけど、どんな時も Wi-Fi からね急遽こんなメールが届きましたんで、今回動画を撮らせていただきました。まあ、ちょっとね残念ではありますけど、やっぱりね無制限でやってるとこういうことがね出てくるんでしょうかね。はい、一応ね今回の動画はすいませんこちらで以上になります。この動画がねためになった参考になったよって方はぜひ高評価ボタンとコメントね気軽に残しておいていただければ幸いです。ちょっとね予定外だったんですけどね、本当はあの日光ホテルとかね、泊まったんでそちらの動画をアップしようかなと思ってたんですけどね、今回この知らぬ動画を順番をね前後しまして、公表させていただいたと、そんな状況です。あとはね私 Twitter、LINE、Instagram ねこちらやってますんでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。またねこういった動画も含めて旅行動画も含めてですねどんどんお届けしていきたいと思います。レイ君のね動画もでいければなと思ってますんでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね次の動画でお会いしましょう。